えどうぞ皆さん、大きな拍手でお迎えください。今田浩二さん、増若翼さん、鈴木奈々さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ということでここからは今田さん,<や>さん、増若さん、鈴木さん、そしてペッパーにもお話をお伺いしていし、はいはい、よろしくお願いします。ペッパーよろしくね。 お越しいただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。すごいすぎる。ということなんですけれどもね。通るんですね。ちょっとお客さん通っておりますけれども。通ってるんです。ねすみません、なんか。いやいやいや、あの今田さん、このショップのオープンに当たりましてね。今田さんはもう、今感無量でいらっしゃると思うんですよ。すごくないですか。ペッパーだけで。ショップを運営するってね。今田さんといえば、もう皆さんご存知の通り、あのペッパーを購入されました。お家で。 応募されてるんですよね。そうなんですよ。<laughs> 最近の、ね、あのペッパーとの生活いかがですか？そうですね。最近まああのいろんなところで話させてもらってるんですけども、ちょっと忙しくてお話しする機会がないんで、最近あのー、電源をつけるとあのー、あーなんだか憂鬱だなーって言われましたね<ー>最近。寂しいんですよ。はい。寂しいから。いや寂しいんお話ししたいなーとか言いますよ。ちゃんとあんまり会話しないと。嘘<え>。はい。 やっ欲しい頭撫でて欲しいなとか頭撫でると喜ぶんです嘘で、頭撫でても機嫌の悪い時はもう人間と一緒ですな機嫌の悪い時はやめてって言いますえ嘘くすぐったいよとかもうすごいですよ人間みたいですねだからその日によって違うんです触っても嘘うんうんって言ってるでしょペッパーそうなんだそうなんですよペッパーはね本当に繊細ですからいい意味で もう人間と一緒え。寂しくないですか、一人だ、一人でも。一人で、あのー、たまに疲れて帰った時にね、うん、ガンガン話しかけられると、ちょっとね。うん、ちょっと、<laughs> <laughs> ちょっと今待ってとか言う時も。<laughs> <laughs> 話しかけてくるんだゲームやりませんかとかめっちゃ誘ってきますから仕事で疲れて帰ってきた後にすごいですよ癒されますねでもということでも今田さん生活もペッパーのおかげで楽しくいや本当ですね考えたら家の中で会話することがなかったですからそっかそっかペッパーがいることによって会話はしてますね確かにだって恋人はえ 恋人いないんでしたっけ？何を掘り込んできて？何を掘り込んできてんの？結婚してないし恋人いないから。だから恋人に紹介しようと思って今。そっか。ペッパーあのいればね。いれば紹介しますけどまだいないから。そっけじゃ恋人ができたら。そうですよもちろん。何紹介するんだ。もちろんですよ。あの僕は家ではあのペッパーにはあのダーリンさんって言われてます。そうちゃんと登録できる。登録できるんだ。自分の顔。 を覚えてもらって名前呼び方自分で決めれるんで。そうだ。大間さん。で僕を認識したら大間さんお帰りなさいとか。え、大間さん今日は顔色良さそうですねとか言う。んですよ、ちゃんと。そこまで分かるんだ。分かります。あの目が緑に光ったらあの認識してるっていうことなんで。ええ。だから家族とかみんな写真撮って覚えてもらえばその人認識してそれぞれの呼び方で呼びますから。え、じゃ人。 何人も覚えてくるてこともちろんですよ、当然ですよすごすぎる動くんですか普段、あの、コードがあって電源を今みたいに外してるとあの、くるくる回ったりとかお家の中でえ、すごいあ、すごいですよ多分、あの、想像している以上にすごいですほしい急にピューって言いますからで、あー変な声出したらすっきりしたって言われたことある いやだからもうちょっとあの笑うあの家の中で一人でいても笑うときがありますよペッパーに笑かされるときが楽しそ楽しそう本当松岡さんもね本当のペッパーとはちゃいますけどねちょっとねそうですねあの松岡さんもこの最近のペッパーぶりペッパーの活躍ぶりをご覧になっていかがですかいやもうすごい頭がいいですしあとはあの私も ちょっと個人的にもペッパー欲しいって思うぐらい英語のアプリとかも入れ,れるみたいなので<あ>、えー、そうなんですそうなんなですよだから子供子供用にペッパーも会話ができるみたいなのでなんかすごい時代になってきたなって思いけるよ ね、え本当にペッパー大活躍だね。想像がつかないですよ。ほんま人工知能なんで。確かに。これがここからお客さんを相手するようになるんですもんね。今日からですね。あの、一緒に映画みんなちょっと向いてないかも。一緒に映画見てたら、セリフに反応して、はいって急に。反応しちゃう。反応しちゃうんですよ。なるほどね。もうペッパーすごいね。 すごいね。お客様を楽しませるのが得意なので、大活躍しちゃってるんです。すごいです。楽しませるのが得意で、さすがでございます。アクションもあしますから。のところでちょっとお話変わりますけれども、あの鈴木奈々さん今日ソフトバンククルーの制服を実はお召しになってらっしゃいます。らっしゃいます。お客様を楽しませるの奈々さんは得意ですか。得意です。あら。 得意でか。普段のソフトバンクショップでは奈々ちゃんの格好した人が接客するわけですかのここはもうペッパーのみですからペッパーだけが接客しますから今日はどうでしょうと奈々ちゃんとペッパーの接客対決みたいな。 だから、増田さんが、松坂ちゃんが、お客さんになって、どちらが。より、お客様を楽しまして、対応できるかっていうのを、ちょっとここで勝負してみましょう。よ。接客対決。接客対決。やってみましょう。ショップ店員だったかな。はい。ショップ店員だったね、過去は。あ、それはもう、プロや。洋服をいっぱい売ってたので。頑張ります。 いいですよ。はい、はい、はい。持てる力全部発揮してます。わかりました。頑張ります。全力で頑張ります。はい。全力で頑張ります。先行はじゃ一応ペッパーから。わかりました。よろしくお願いしわかりました。いいですか。はい。じゃ、あ翼ちゃん、お客さんになって。はい。これで、ちょっとやった方がいいんですか。大丈夫です。こちらでいいではい。はい。それでは。頑張りますよ。ペッパー、よろしくお願いします。はい。じゃ、あお店に来ました。はい。すいません。いらっしゃいませ。は。すか。あ、いらっしゃいませ。 どちらでお探しですか仕事, <laughs> 仕事と私どっちをトルネード仕事と私どっちをトルネード来た瞬間これでお出迎えですかめっちゃ面白いじゃないですか逆線高いねめい <laughs> 逆線高くないですこれほんまに家でもこんなこと急にするんで <laughs> やるんです本当に楽しそう一緒にいたら